デイブ、あなた宛てのメッセージを見つけました。暗号化を解除、再生します。621、これはある友人からの、いや、この俺からの極私的な依頼だ。お前は気づいているだろう、コーラルの潜在的な危険性を。アイビスの火で消失したはずのコーラルは、しかし生き残り、集まり、ゆっくりと自己増殖を続けていた。集積したコーラルは指数関数的に増殖を早め、やがてはルビコンから溢れ、宇宙に蔓延する汚染となるだろう。その前にコーラルを焼き払う必要がある。それがかつて生計を飲み込んだ対価を再現することになったとしてもだ。これはハンドラーとしての指示ではない。俺が死んでいった友人たちから受け継ぎ、お前に託さんとする一つの依頼に過ぎない。621、火をつけろ。燃え残った全てに。俺の最後の仕事として、お前を自由にしよう。レイブン、ウォルターの考えていたことがようやく分かりました。この機体もこうなる可能性を予期して彼が手配していたのでしょう。脱出する時が来たようです。メインシステム戦闘モード起動。機体に座標情報が入力されています。脱出の手引きということでしょうか。なんだ、どこから出てきた。弱い、動いて。これも危険の技術なのか。レイブン、戦闘は極力避けることを推奨します。さすがにこの機体ではあなたの軌道に追いつきません。リペアキット残数。身代わりそうな相手です。迂回しましょう。見つかってしまった場合は左手のジャミング弾が使えそうです。おい貴様、持ち場を。ECM ロックオンがどこ行った。レイブ、今のうちに先。ここから地上に脱出しましょう。上昇水力はなんとか足りそうです。ここは技研都市の工具。こちらベスパー6ペイター、警備隊各員に通達します。再教育中の独立傭兵レイブンが脱走したとの報告が入りました。技研都市周辺に潜伏している可能性があります。各員は警戒を検討してください。レイブン、企業が限界態勢に入っているんです。スキャンを活用して戦闘を回避しましょう。識別不明 AC。 まさかレイブンだなんて。
到達しても見るからにジャンクだ。押し取るぞ。逃げ。残数だ。明かすことにする。次の作戦はそのための布石だよ。